トニコレットは、オーストラリアの女優、ミュージシャン。ニューサウスウェールズ州、ブラックタウン出身。父親のボブは、トラックの運転手。ベンとクリストファーという弟がいる。オーストラリア国立演劇学院を卒業後、1991年に映画デビュー。1994年のミュリエルの結婚では、太めの主人公を演じるために体重を18キロ。 増やしたという。この作品で、オーストラリア映画協会賞主演女優賞を受賞、ゴールデングローブ賞主演女優賞にノミネートされた。その後ハリウッドに進出し、1999年のシックスセンスではアカデミー女演女優賞にノミネートされた。舞台にも立ち、2000年のワイルドパーティーの演技で、トニー賞にノミネートされた。 2009年放送のテレビシリーズ、ユナイテッド・ステーツ・オブ・タラの演技で、プライム・タイム・エミリー賞主演女優賞を受賞した。俳優以外の活動では、2006年には、初アルバム、ビューティフル・オークワード・ピクチャーズを発表し、ツアーも行った。2003年に、オーストラリアのミュージシャンと結婚。2008年1月9日に第一子となるジョジ出産。 2011年には息子が生まれているアイルランドとオーストラリアにそれぞれ家を持つ。ありがとうございます。